こうしてこうして真ん中だよ。クリーンスターがあったのは真ん中。おい、もういい。あーパパ、いけ、取れ。むずいなこれ。そこかなり落ちてからこうするか。でこう、あー、うん、皆さんこんばんは、 MK です。スイッチ版スーパーマリオ 3D ワールドパート24やっていきましょう。今回からワールド城を進めていきたいと思います。城の1、ファイアブロスの砦からですね、頑張っていきましょう。そしてそろそろキャラクターを変えましょうか。ワールド城の1ということでマリオでやっていきたいと思います。今まではワールドのところもずっと数値だったんですけども、こっからは記号になりますからね。初心に帰ってやっていきたいと思います。待って待って待って、ここは連打でファイアブロス倒していきましょう。ケイ、透明度感をうまく使えばなんとか踏みに行く必要もなく倒せそうですね。そしてこういうのは上が怪しいと見た。え、なんもない感じ。上とかにはなんもないか。あ、ハンコがあった見えますかね、ほら、あの上のところにハンコがありますね。あれはどうやって取ればいいんでしょうか。どこかで、え、雲とかがある感じ。見えない。危ないって危ないって危ないってば。ここ連続でも倒せない。だったらこっち連打でやっていきましょう。いけ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 、倒せ倒せ倒せ。嘘でしょこれはちょっときついか。だったらこう、あー待って待てよ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 、落ち着け落ち着け。これが行ったところでこうして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 帰ってくる。オッケー。でここ突っ込んでこうすれば横に出れると完璧ですうまかったね今。はい、ということで1アップもゲット。ここの上か。あれ、ハンコはどこだ。あ、わかった、それだ。そのハテナブロックにヒップドロップすればいいんですね。はい、じゃあこちょっと今 3D 把握能力があまりにもなかった MK さんでしたが、上に上がるのはこっちだと思います。 OK。 そしたらさ、この勢いでファイアブロスを踏みたかったけど踏めなかったので、あー、ちっちゃくなっても頑張って踏んでいきましょう。 OK。 やばいぞ、そろそろパワーアップをしたいところでもあるんですけど、うまい、ようか、うまいっていうか、うまいのは MK さんじゃなくて任天堂さんですけども、うまくそこに、たたたたた、トラックを立ててくれていました。これ登れる、普通のマリオで。あれ、あー、ここか、ここに透明なブロックがありましたね。はい、じゃあここの上に乗っかって、あれ、なんかあると思ったんだけど、ありました、グリーンスターの2枚目だと思います。これか、あんまり得意じゃありませんが頑張っていきましょう。まずはそこが下に落ちたところでこう、あ、ミスった。あ、いいのか、あー、ぺぺぺぺ、あー違うね、これは入り直せば何回でもできるかと思いますので、グリーンスターゲットするまでやっていきましょう。いくよ、待て待て待て、はい、 P を押して。むずいなこれ。そこかなり落ちてからこうするか。でこう、あー、うん、むずくねえかこれさ。 MK さんがさ、直接そこにさ、あーな、あ、いけそうじゃないなんか直接そっちまで幅飛びしちゃうみたいな手はなし。まあさすがになしか。じゃあちょっと正々堂々とやっていきましょう。それでゲットしてもね、なんかこうクリアしたかって言われたら若干怪しいところもありますので、正々堂々正規ルートで取っていきたいと思います。あそこは待てよ、ちょっと考えろ。こうして、いや、そうだな、めちゃくちゃギリギリでそれをパタンとやると。 OK で半分ぐらいまで行ったらこうする。であとは黙ってるだけで P のところまで行く。素晴らしい。むずくね、ちょっと今むずかったぞはい、ということで次のステージに、次のステージ、次のところに向かっていきましょう。こうやって行っちゃっていい。あれ、嘘、なんもない感じ。下だったかな。できればファイアフラワーがどこかで欲しいんですけども。 OK、 ありがとう。欲しいと言った瞬間に、嘘、あ、そっちはそっちに繋がってんの。それは卑怯じゃない普通さ、こっちが手前に繋がってると思うじゃん。うわ、騙された。思いっきり騙されてしまいましたが、うわ、そういうことね。いや、なるほど、グリーンスターの底をくぐる前に多分ここを倒しちゃった方がいいな。はい、じゃあここを先に倒、危ないっとここを先に倒してしまってからグリーンスターの輪っかくぐっていきましょう。そうすれば結構余裕で集められるんじゃないでしょうか。点滅する前に回収していく、素晴らしい。はい、ということでグリーンスター3枚とハンコはゲットすることができました。あとはゴールドフラッグですね。おーおーおーおお、青いバブルがすごい勢いで飛んでおりましたが、あー、なるほど、こうしてこう、うわ、踏んだ、わー、ギリギリすぎる。しかも、うわ、マジかしかもキノコはないもんな。 MK さんもストックアイテムはありませんので、ここは、うーわ、こう来てこう、 OK。 でこっから幅跳びいけるか。待てよ、うわ、踏むのが正解だった、踏んでいくのが正解だった気がする。やらかした。
待てもう一回やりたくない MK さんは、なんとかここは取っておきたい。待てよ、こうしてハーバート無理だ。なんか普通のジャンプだったらいけそうだった気もするな。もう一回やる？いや、ちょっととりあえず今はいいや。後でゴールドフラッグは取りに来ましょうということで、なんとかコースクリアではありますけど、悔いは残りますね。はい、ファイアマリオのハンコゲットすることができました。ハンコとスタンプが混ざって、ほうみたいな発音になってしまいましたが、まあそこのところは気にせずやっていきましょう。そしたらそっち側が地下で、こっち側がマグマ。どうしよう。こっちかな。いや、これむずいんだよ、確か。灼熱ジャンクション頑張っていきましょう。あの、ダッシュパネルがめちゃくちゃあるやつですよね。むずいイメージあるな。よし、行くよ。よし、100秒。行きます。クリアできれば一瞬だから、このステージは。トゲをまずジャンプして、で、グリーンスターがこっちにある。いや、MK さんならいけるよ。あれ？グリーンスターは？逃してない？大丈夫？あった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 。むずいね。これはむずいね。まあまあまあ、でもね、今のはちっちゃい状態でしたから、こっからが本番と言ってもいいでしょう。よし。できるだけダッシュを途切れさせないようにするのがコツだけど、いざという時は止めないといけないな。止める時はヒップドロップで止めましょう。はい。こう来て、こう来て。いくらってもいい。はい。くらってもよくてグリーンスター取る。で、これ真ん中でしょ、大体。いけいけ。あー、関係なかったか。はい。で、ポーンと行って、うーわ、そういう系ね。どうやって集める？はい、こうしてこうしてぐるっと回って、一周で集めきらないときついんじゃないか。 OK。 はい、そしたらゆっくりもう一周回ってグリーンスターゲットしていく。はい、そしてこう来てこう来てこう来てジャンプ。いいよ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 。で、こっちでしょ、違うかな。待って、あ、ハンコあった、ハンコあったよ、ハンコあったよ、ハンコあったね。戻れ、まあ、まあ、取った判定は取った判定。取ったは取ったんでいいとしましょう。だけど中間ポイントはないのか。よし、じゃああとは最後のグリーンスターを取るだけですね。だったらいけるよ。なんかさっきまではね、余計な動きをしないといけなかったから結構大変でしたが、そうじゃないんだったら余裕じゃないでしょうか。はい、こうしてこうして、ここも余裕で左側から入っていく。そしたらポーンと飛んで、あったな、グリーンスター。ど真ん中か。よし、頑張っていきましょう。こういうところも基本的にはジャンプで飛び越えられますので、飛び越えれるところはジャンプでいきましょう。で、こうして、こうして、真ん中だよ。グリーンスターがあったのは真ん中。ほい、もういい。あー、パパ、いけ、取れ、オッケー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 、取ったよ。そしたらこう来て、オッケー、うわ。あとは、ちょっと待って、ヒップドロップ、あっぺぺ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 ぺ、あっぺぺぺ、ヒップドロップ、オッケー。で、幅跳びでいけるかどうかなんだけど、これダッシュした方がいいのかな。ダッシュして幅跳びじゃなくても、あー、まさかのゴールドフラッグ2回連続失敗。これはどうしよう。これはどうしよう。マジか、2回連続失敗、珍しい。 MK さん、今までほぼノーミスで取ってきたのに。うわ、この下キノコハウスがいいんですけど、どうでしょうか。キノコハウスだったらありが、うわ、妖精の家か。待てよ、あ、その右は？その右側が怪しいと見た。キノコハウスがあるんじゃないでしょうか。はい、ここ土管の中に入って、何が出、うわ、全然違った。じゃあ隠れファイアブロス倒していきましょう。どうする、どうする、ゴールドフラッグ欲しいんだが、次回か。いや、タヌキとかがないと、うーわ、これスーパーで来るとこじゃない。これでもね、結局タヌキとかがないとね、きついんだよ、ゴールドフラッグって。はい、こう、うまいね。地味に、あー、やばいよ。はい、やばいよ。はい、やばいよ。オッケー、ありがとう。一体はちょっと仲間内で倒してもらいましたが、なんとかグリーンスターはゲットしました。うわー、マジか。あそこ、灼熱ジャンクションのところは何がダメだったんだ？幅跳びじゃダメだったってこと？わからない。わからないけど、ここをクリアしてもキノコハウスが出てこないということだけは分かっております。うわ、意味ねえじゃん、これ。何この歯車ゾーン、何？よくわかんないんですけど。じゃあ最後に、ハンコ、妖精のハンコだけもらっておこうか。で、次回はちっちゃい状態からなんとかスタートして、ゴールドフラッグ2つプラス、もう1ステージぐらいはクリアできるようにやっていきましょう。お、水色のハンコですね、かわいい。妖精さんがいました。はい、そしてここには隠れルイージがいますが、ルイージを見つけたところでパワーアップアイテムはもらえません。いや、でもこれ結局さ、ちっちゃい状態で進むの良くないかもしんない。どっかでなんかもらってくるか。マップで、マップで、
ワールド1とかに行けばキノコハウス、オッケー、やったこれで当てよう。これで猫とタヌキをどっちも取ります。来いよ、オッケー。あー、ない猫しかないか。タヌキは、ま、確かにワールド1の時点だとタヌキはないのか。じゃあ逆に猫は取っといた方がいいな。最後の最後に猫を使えるようにファイヤーで進めていくのが多分いいでしょう。と言いつつももうステージから出てしまったので、とりあえず猫で終わりたいとは思います。よーし、じゃあ次回はとりあえず新しいステージ、ここ真っ暗スイッチ遺跡をやって、その後こっちとこっちゴールドフラッグ取りに行きたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。